こういう収納の中とか、はい、あんまりやってないんですけど、古型式まずは寄せるということからやったので、お姉ちゃん帰ってきたらびっくりするでしょうね。相当びっくりしますね。はい、今回の週末ビフォーアフターは前回ご紹介した子育てに奮闘中のママを助ける片付けの第2弾です。はい、今回はですね、家中丸ごとっていうことでね、はい、リビング収納からお伝えしていきたいんですけれども、はい、前回ねこのリビングに入った時に一番真正面ですね、この家の小学3年生のお姉ちゃんのものがどっさりと置いてありまして、まあ、それはですね習い事のものだったりとか学校の教科書類とかもう全部がリビングのど真ん中にね、定置としてあってですね、もうこの物たまりをどうにかね、改善するためにまずはこちらの模様からご覧ください。あれ？ここに収納あるの？何？もう隠さないで教えてよ。いやすごくない？こんなリビングのめちゃめちゃ中央に。ちょっと開けますね。わっ、またなんか同じような景色だな。なるほど、すごい大容量。これ何入ってんのママ？幼稚園の時に使ってた幼稚園って誰が？長女がね。で3、4年前ってこと？そうです。で真ん中ら辺に給食袋があって、はい、何食食べんの給食そこら辺が給食袋の定位置。じゃ じゃあ今動いてるんだこれが。そこだけじゃあこれと一緒にしたいっていいじゃんよ。ねえ、なんでこれとこれが離れてるの？ここで給食の箸を子供が取って、そこから給食袋を取って、そのままランドセルにつけるっていう、こう動きで。なるほどね。この動線はちゃんと生かされてるってことね。そこだけ。もうなんか幼稚園の整理すれば全部ここに入る気がするんですけど。はい。じゃあ、まあ娘はここからいろいろ出し入れするのはできるんだ。いや最高じゃないですか、この1階と2階の中央部分にこんな心臓部分があるなんて。すごい収納はめちゃめちゃ充実してるけど生かされてないってことだね。ここもちょっと要改善みたいな話ですね。はい、はい、ということでね、ちょっと残念な状態のリビング収納を発見しました。はい、でここでですね皆さんちょっとね、この家の間取りを見ていただきたいんですが、こちらはですねこの1階と2階をつなぐ場所のちょうどね動線上にあるリビング収納だったんですね。でこの家っていうのはですね、まあ赤ちゃんとお母さんは1階の和室で寝てたんですが、お父さんとお姉ちゃんは2階の寝室でね、寝てるということで、もうちょうどねお姉ちゃんその動線上に当たるようなね収納だったんですね。ちょっともう一回振り返っていただくとですね、リビングのね中央にね、作られてしまったこのねもろ出し収納システム、はい、まあ、自分で自分のことはしてほしいというねお母さんの願いはわかるんですけれども、やっぱりねこの絶対 NG なのはリビング内にこのもろ出し収納システムがあることですよね。このいや赤ちゃんもいますし、で赤ちゃんがいろいろなものをねいじるようになっちゃったというの悩みもあったので、これはねはい、使い勝手はいいかもしれないですけれども、まあこの家に赤ちゃんがいるということと景色的には NG です。はい、ということですね、この物だまりを攻略するためにリビング収納を自立型収納システムに変更。はい、見てください、こちらなんですけれども、今まではねもうとにかくお姉ちゃんの給食袋以外はですね稼働率的にはものすごく低かったと、幼稚園の時に使ってたものがずっとそのまま入ってたという稼働率の低い収納でした。はい、こちらね中身を出してみるとですね、なんと、こんな感じでね、あの棚板が稼働するシステムになってたんですね。はい、ここ最近お邪魔する家でものすごく多いのはこの可動式の棚板収納なんですね。皆さん覚えてますか、35話に出てきたウォークインクローゼットもこういった形で稼働する収納だったんですけれども、はい、皆さん共通するのがね、その棚板の高さが入居時の当時のまんま設定された状態のままね使われてるということだったんです。でここでねやっぱり私はこの棚板収納を稼働するんであれば
できればですね、やっぱり今の暮らしに合った棚板高さを調整していただいてですね、使い勝手のいいシステムにしていただけたらね、非常にこのね棚板可動システムってものすごいいいと思いますので、皆さんも真似してみてください。この家のお姉ちゃんは小学校3年生ですから、お姉ちゃんの背丈に合わせたね、自立的収納システムというので考えてきました。この家の場合の自立型収納システムなんですが、下から3段がですね、お姉ちゃんの使いやすい高さでありますので、この高さのゴールデンゾーンを充実させています。はい、ここにはですね、前に使うような、習い事のものだったり、着替えだったりっていうようなものが入っていることによって、お姉ちゃんは、2階から、起きた時にですね、こちらで身支度をして、学校にいることができます。そして、お姉ちゃんの届かないね、この上2段に関しては、お母さん代わりのもののね、提出として、作ってまいりましたので、まあお母さんもね、あ、ここにねこんなものがあってすごい嬉しいわってことで喜んでくれたんですね。はい、ということで、これをね、この家の家族に見ていただきましたので、その模様をご覧ください。はい、リビングに行きますと、なんと声が響きますねすごい反響がいいですね。ダイニングテーブルの上がさら地になりました。はい、どうでしょうこの景色。何年ぶりかですね。これパパとお姉ちゃん帰ってきたらびっくりするでしょうね。相当びっくりしますね。こちらも飾ってもあるもの以外さら地でございます。やっぱ素敵だねこの家は。ありがとうございます。まあ言うたってもこういう収納の中とか、はい、あんまりやってないんですけど、古型式まずは寄せるということからやったので。いやね、ここですけど、もうほんと2階から1階に降りてくるめちゃめちゃ使いやすい動線上がですね、幼稚園のまま止まっていた場所、時間が止まりました。時間が止まってましたよね。はい、はい、動かしましたよ。はい、はい、しっかり、ね、お姉ちゃんが学校行ったり習い事行ったり、ね、そういったものがね全てここに集約するように、なんならおやつまでご用意しております。おやつはそんなところによかったね、はい、やっぱりねママが非常にね小さいお子さんをねお世話しててどうしても大変だと思うので、少しでもお姉ちゃんに協力してもらうためにはね、こういったお姉ちゃんのものがひとまとまりになっているような状態になっていると、非常にねお母さんも家事が楽だと思いますので、はい、しっかりここでね、支度してお姉ちゃん出かけてね。はい、オッケー。はい、はい、ということでね、もろ出し収納システムがこのリビングがなくなったっていうことですね。本当に広々としましたよね。はい、お姉ちゃんはねダイニングテーブルの上で勉強するということだったので、勉強道具だけ少しね、ダイニングテーブルの脇に置かせていただいております。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回はですね、あのダイニングの上にあったザックバランの書類たちの攻略法をお伝えしますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。